ここから白馬までも、まあまあちょっと最初の分だけど、両辺出たはもうあとはなんて、ゆったりもうなんていうか、いい感じで見せられる。ああ、なんかもう、ああ、みたいな感じで。ご褒美だーみたいな。ご褒美トレランみたいな感じ。UTMB がとかビッグレースが終わった後にこの白馬連盟から白馬登って降りてきて、ここで4つの温泉を楽しむ、なんかこうお仕事終えたなみたいな感じのそういう感じのあれですね。いつもなんかだからいつもここに来るときは本当にいい感じ、いい気持ち、うん、なんか肩の荷が本当にいつも降りた感じで、うん、でもなんか嫌ですね。ちょうどなんかコロナでずーっともう半年、もうこもったような生活してたから、なんか今回は今回でなんか本当にまた別の意味のなんかいいですね。肩の荷がなんかこう降りた気持ちで。ああ、いいね。もうなんかね、こう、景色がこう変わっていくんですよ。どんどん雲とかなんかこう、光のなんかこう、4つも入ってると結構なんていうの、長い時間こう滞在するから、そうするとなんか、あー、またなんかまた日が、雲がかかってきたな、晴れてきたなとか、あ、光の具合がいいなとか、なんか風がいい感じだなとかね、なんかこう、なんか意外にみんな知らないのがね、不思議だから、なんか今回これ知れちゃうと、なんか自分の隠れ家がなんか失われてしまうようで、なんかちょっと高木さんの隠れ家ですね、まさに隠れ家なんですよ、実は知る人ぞ知る、意外にでも知らないですよね、この